これこそ、真の先進国の姿だ。安倍総理が被災地で取った行動に、外国人が衝撃。多くの犠牲者を出した西日本豪雨は、今日13日、大雨特別警報が出た6日から1週間を迎えました。犠牲者の数が200人を超える中、行方不明者の捜索が続いていますが、現在でも、少なくとも60人の方と連絡が取れていません。また、孤立状態にある方々や地域も今なお多く、2万人と最も多かった10日に比べると、次第に解消には向かってはいるものの、広島県と愛媛県では、依然2000人の方が孤立状態にあると見られています。日用品の不足など、さまざまな面で、被災者の不安が募る中で、安倍総理が被災地の避難所などを視察しているのですが、その際の様子を写した写真が、外国人に大きな驚きを与えています。写真には、安倍総理が膝をついて、被災者の方に接する姿が。安倍総理に限らず、日本のほとんどの政治家が、やはり、同じような振る舞いをするのではないかと思いますが、一国のトップが、同じ視線の高さで国民に接する姿は、多くの外国人にとって信じがたい光景であるようでした。